さて、えー、私、ボイストレーナーがですね、城田優さんのアルバム、マリアージュを一曲一曲解説していく動画、いよいよ11本目、ラストでございます。皆さん、最後まで視聴いただきまして、本当にありがとうございました、えー。11曲目はですね、このアルバムのタイトルにもなってますね、マリアージュ、君に贈る歌という、えー、歌でございまして、これはですね、私はまあ、最初は全然ね、 クレジットという作詞作曲とかを全部見ずに音だけをずっとね繰り返し聞いてたんですけれどもこの曲はね、まあ、皆さんよくご存知だと思いますが白田優さんが基本作詞作曲も作曲の方には歌さんというね、えー、方のお名前もありますけれども基本的には白田優さんが作られているで、えー、非常に楽器もシンプルもう鍵盤ピアノとギターと あとはもうコーラスあと後ろの方で少しねわーみたいな音も鳴、えー、ってるかもしれませんけれどもものすごい、えー、薄いオケというかね、えー、楽器の編成が少ない中でできる限り城田優さんの声、えー、歌詞言葉がですね、えー、出てくるようなきっとアレンジになってるんじゃないかなと思いますだからすごく繊細なこう歌い回しみたいなものがはっきり聞こえてくるように なっていると思うんですよねでこの曲はですねこのアルバムの中には1曲もないリズム全部3つ「タン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 タ」とまあ表紙で言うと8分の6拍子というふうに言ったりするかもしれませんがそういうリズムで流れております、まあ、こういう曲っていうのはねメロディーのこう展開を繰り返しになってあんまりね大きくっきく 作れなくなってしまいがちな曲じゃないかなと思うんですけれども構成がね A メロ B メロでまた A メロ B メロときて最後に「I love you, これがまあサビというふうに呼んでいいと思うんですけどあの淡々と歌ってくる中にその最後のね「I love のとこまで持ってくる何て言うんでしょうねもったいぶり感と言っていいんでしょうかねなんかバーンと強く張るわけでもないけれども え一個一個丁寧に歌っていくことによって最後のその「ILOVE」に行った時に広がったっていうかねえサビになったっていう感覚がきっとできてきてるんじゃないかなというふうに思います、えー、で「君の中から」今言った「ABAB」と B の部分ですね2回目の B の部分から「君の中から」んところでこう白田優さんのコーラスとメインのボーカルがこうえ掛け合いになってみたりコーラスが入ってきたりというね、えー 音のまあ言ったらハーモニーが重なってきてでそこで最後の「アイラブ」にまあつなげていくというですね、えー、すごく本当に繊細に丁寧にできてる曲だと思います、えー、まあ歌い回しでテクニックがどうというよりかは多分私はこの曲は最後白田優さんの声を最大限に生かすためにできるだけ後ろ側の編成も少なくで、えー、声メインで白田優さんが作った曲ですから しっかりき手に届けるというねきっと曲になってたと思うので、えー、10曲いろんな曲を聴いてきた後にね白鳥優さんの声の、まあ、素の部分というか一番美味しい部分をそのままの素材でどうぞというような感じでこのアルバムが閉まってるんではないかなと私は勝手に思った次第でございます、えー。ということで冒頭にも言いましたけれども11曲全部 一曲ずつ勝手に解説をさせていただきまして、お付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございました。実際、城田優さんがね、何かの表紙にこれを聞いたときに、全然違うよっていうふうに言われるかもしれませんが、一ボイストレーナーのまあ意見として、聞き方の一つとして楽しんでいただけたらよかったなというふうに思います。ということで、アルバム11曲解説、これにて終了ありがとうございました。